相手の痛みさえ怖がる日本人。こんにちは、日本大好きマレーシア人のマストゥラです。今回はね、テーマが村八分、お米が原因。村八分というとちょっと怖いけどね、何度かね話したけどね、私も昔いじめられたこともあってさ、だからね、今回村八分外国人が知らない本当の意味届けたいと思います。いじめは理由があってもダメだよ。だからみんなと一緒に考えてみたいな。稲作、村八分、同調圧力、いじめ、この4つのキーワードに絞るね。みんなの考えあればコメント欄で参加してね。みんなで意見を交換できれば少しでも家で一緒にやってみようのお手伝いかもしれません。よろしくね。日本人のチームワークはどこから来たのかな。今世界中が新型コロナウイルスという悪者、みんなの生活が苦しくされてるんだ。村八分はさ、新型コロナと無関係ではないよ。まずは村八分の由来と日本のチームワーク、ウィキペディアによるとこちらの意味ですね。残念だけどチームでいじめることだよね。村八分、村の共同体、チームにはチームを壊れることから守るため、みんなでチームを助け合う。村ルールが10個あります。1は出産、2成人、3結婚、4組織、5法事、6病気、7火事、8水害、9旅立ち、10増改築。10ルールマイナス組織火事イコール村八分。村八分の対象者、村としてこの10ルールのうち2つ以外、残りの8つは無視することなんだ。先に言っちゃうと、このうち組織と火事は手伝うよ。だけどそれ以外は無視することになったんだ。これは江戸時代の時に始まったよ。葬式、近所の人が手伝うことになったんだ。それよりも前の鎌倉時代や室町時代には、庶民や貧しい人の葬式の手助けを近所の人がすることはなかったんだ。江戸時代以降は結果として大きな災害、ウイルスとか含めてなどない限り、亡くなった人がそのままにされることはなくなったと言われてるよ。理由はいろいろあると思う。でも謎の病、ウイルスとの戦いでもあるんだ。もちろん四季もあるね。ケースバイケースだけどね。私は日本の葬式は出たことないから勉強したよ。通夜や葬儀、告別式の後の食事についてだけど、これは近所の人に任せる地域も多いんだよ。今の問題、コロナでも言えるけど、家族は濃厚接触者だからね。料理を作ることがリスクだったんだと思うんだ。人と謎のウイルスとの戦いはずっと昔からあるんだ。そしてできるだけ早く埋葬する、
できるだけリスクを減らす。日本人が生きていくための村ルールがとても大切だったことがわかるよ。葬式、火事は村八部の対象者であっても必ず協力し合う必要があったよ。誤解しないでほしいんだけど、協力することと村八部の正当性を私は並べて考えてはいないよ。私もいじめで悲しい思いをしたことあるからね。ウィキペディアによれば、村八部は集団の代表的ないじめの代名詞。そのいじめ理由は欧米とは違うんだよ。後から出てくるけど、稲作、ちなみにマレーシアも稲作文化なんだ。だからとは言えないけど、日本で言うところの同調圧力はいっぱいあるよ。いじめもね、残念だけど、でも多民族国家だからね、まとまらない、まとまれない。マレーシア人は自由な人が多いかな。アメリカ人の友達が言うよ、日本のいじめとアメリカは違う。アメリカ人のいじめは自分の力を見せつけるの意味が目立つんだって。対して日本の場合は自己中、ルールを守れない、人が被害に遭いやすいと思う。空気を読むのが苦手な人とか、そこには日本人の場合は不安感にあると思ってる。お米の国なんだ日本はね、良くも悪くもね。そして稲作を行うには沈黙はないとできなかったんだ。当たり前だけど、昔はトラクターがないしね。村のルールを守れない存在は不安だったんだよ。他に水を引くため用水路を作るとか、チームでないとできないことがいっぱいなんだ稲作は。ちなみにマレーシアも稲作文化とさっき言ったけどね、このデータはね、バージニア大学のトーマス博士、米理論。簡単に言うと、主にアジア、稲作文化、米が主食。稲作地域では協調性大切、チームのために穏やかな気質がある。主に欧米、麦作文化、パンが主食。麦作地域でははっきりと意見を言う、個人主義的な気質がある。さっきも言ったけど、日本以外の国でも稲作でも麦作でも理由に違いがあっても、いじめは起きてしまう。言い過ぎかもしれないけど、稲作文化はチームが大切なんだから、みんな守れよ。労働が厳しいからサボるなよ。麦作文化は俺の力を見せつけてやる。チームの必要性は米作りほどいらない。稲作はチームワークは壊れることが怖いんだ。それとね、日本人は遺伝子的に心配性と言われるよ。脳科学者で有名な中野信子さん言っていて、日本人はセロトニン不足になりやすい。これは少ないと不安や鬱になりやすいって。不安感強いと一人が怖いよね。チームの必要性が高くなるよ。その場合は集団チームから仲間外れにされる恐怖、大きいよね。これが日本の秩序、ルール、チームワークを作るんだ。じゃあよく言われる日本の同調圧力は米作りからできたとしたらどこかな。時には日本人を苦しめることもあるネガティブな要素になるんだよ。同調圧力は個人のせい、
会社や社会の背とも違う、この日本人のチームワークを大切にする特性は、外国人から見てネガティブなイメージばかりではないよ。一部日本のマスコミ情報では、日本人は働く時間が長すぎる、これはね同調圧力のせいだみたいな、だけどね、正解の労働時間22位、そんなにひどいの日本は。これはどうなんだろう。データの見方もあるかもしれないけど、ジャパンワーク、海外から見た日本の働く環境アンケート調査、日本で働きたいと思ったことありますかという問いに対しては、 92.2% もの人がはいと回答、働きたい理由についてのコメントは、オンラインで英語の教師をしていた経験があり、日本の文化に興味を持った、加えて外国人にとって一番安全で住みやすい国だと思う、豊かで安全な国といった印象なのかもしれません。あくまでもアンケートですが、皆さんが思いよりも日本のイメージは悪くはありません。ビザや日本語の難しさが一番の問題、日本人のルールの厳しさ、そして労働時間が 16.7% が不安、意外と労働時間をネガティブに話す声が多くはありません。日本語の難しさによる誤解が一番ネガティブなのかもと思うんだ。みんなは新しいデータはどう思いますか？過去には日本の働く環境は良くなかったかもしれないよ。同調圧力で村八分を怖がり、長時間労働もあったかもしれない。だけどね、日本人は不安が強いんだよ。不安が強いから失敗から学ぼうとするんだ。日本のお米が美味しすぎるのも、毎年の失敗を怖がり学ぶことから美味しいお米ができるんだ。外国人が日本で食べるものが驚くほど美味しすぎると言うんだよ。怖がりイコール準備を怠らない、怖がりイコールチームワークを大切にする、これが美味しいのお米がもっと美味しくないと売れないのでは、怖い、汚い環境では病気になるのでは、怖い、次使う人が嫌な思いをさせてしまうのでは、怖い、態度が悪いと嫌われるのでは、怖い、相手を思いやりかけないと相手が傷つくのでは、怖い、働きすぎと会社が叩かれるのでは、怖い、葬式は江戸時代以降は近所の人は手伝い料理をする、濃厚接触者はリスクなのでは、怖い、弱点と強みが表裏一体なんだよ。弱点を有利に使えるのが日本人の知恵なんだ。残念ながら日本も世界もいじめがあります。だけど本来の村八分今はありません。日本が不安があるから、怖いから失敗を学びます。先輩たちが少しずつ、その今の日本は世界から愛されています。皆さんの意見を教えてください。チームワークを大切にする日本。相手の痛みさえ怖がる日本人。私は
優しい日本が大好きです。マストラ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価ボタンをよろしくお願いします。今回みんなの意見を聞きたいので、4つのキーワードについてコメントをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ジュンパラギー。